はい、それではクロノトリガー続きやっていこうと思います。じゃあ今回はですね、ここヘキラの洞窟やっていきましょう。魔族の敵にしよう。これでなんか魔法しか効かないって言ってたよな。だからちょっと魔法を使っていきましょうか。アイス。お、450強いよいや、暴走しとるわ。エーテルとかね、今まであんまり使わなかったので。強いイエーイ、よかったよかった。うん。お、宝箱取って、エーテル。おー、さすが。たくさん MP 使うからってことでしょうね。あ、壺？あー、びっくりした。あ、出たな。これタコツボからやった方がいいかな。クライン。130。アイス。アイス？お、いいねいいねいいね。これロボはどうすればいいんだろう。本当に効かないのかな。魔法攻撃じゃないと効かないって言ってたもんね。ちょっと普通にやってみるから。効く？あ、効くじゃん。あ、でもなんか弱いな。弱いね。魔法の方が確実かな。オッケーオッケーオッケー。MP めっちゃ使うけど。ナイス。よしよし。で、こう下に行く。誰だ？おお、サソリマン、シュリンプ、エビか、失礼しました、サソリじゃなかった。よしよしよし、ナイス。MP があっという間になくなるな。オッケー。あれか、マールとムーンちゃんが攻撃役になる分ね、ロボは回復をしてもらえると大丈夫ですね。ミドルエーテル。おー、どういこうか。なんか2箇所ありますね、行き先が。うん。あ、なんか守ってるぞ。丸まじろ。あ、普通に攻撃しちゃった。やば、間違った。ちょっと待って。あ、やっぱ全然効かないね。アイス、丸まじろ。あざ。エアルビーム。オッケー。サンダー使って。こう魔法の時のモーションがちょっとかっこいいんだけど。魔法の連携技みたいなのあるんですかね。どうなんだろう。よし。さあ、あれ取りましょう。あ、あ、なに、さらに敵？マジか。はい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 。さあ、今度こそ取ろうかな。さあ、何が入ってるでしょうか。お、マジックスカーフ。アイアンスーツ、マジックスカーフ。あ、魔力が上がるな。魔力プラス2。ほう。魅力をアップさせる。魅力とかっていうのは、関わってくるのかな、後々。あ、なんかステータス落ちるからな。でも魔力か。まとっときましょう。なんかね、防御力とかね、攻撃力が下がる系のアイテムは特に身につけなくていいかなって私は思ってるんですけど、どうなんでしょう。どう思います？で、4匹か。エビ。あ、これどっちが正解ルートですかね。あ、こう、高箱。お、エーテルやった。どっかでセーブポイントが来てほしいんですが、あー、敵。あ、また出たな、丸マジロ。4匹。MP がやばいな。そうそう、使うから似てる。いや、なんかこの先なんか回復ゾーンがあるともったいないんだよな。それだったらシェルターでやるもんね。ああ、さらになんかまだレベル13ぐらいなのにさ、この HP のステータスやばくない？普通に200超えるんだけど、あ、レベル30ぐらいでさ、もうなんか HP500 とかになってそうだね。ピッピッピッ。オッケー。そうだよ、装備品前回買ってお金がね、また、あ、でも5440か少なくなってるので、ちょっと待って、あっ、不思議な力で封印されている、あ、ここか。どこに行かなきゃならんのだ。あ、こっち行って、あ、違うな。あ、合ってるか？合ってるか。なんか BGM なくなったんだけど。あ、よしよし、あ、よかった、ここでキラキラポイント。やった。ちょっと待ってよ、ここで一回回復しよう。シェルター使って、あ、ちょっと待って、あ、よいしょ。シェルター使う。オッケー。あ、潤ったー。で、セーブもしちゃおう。よし、じゃあ行きましょうか、この先。あ、魔族の敵にしよう。あ、ボスだな、やっぱり。あ、早速ボス戦。はい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 。こいつも魔法しか効かないかな。あっぽいな。アイスして、普通の小焼きじゃ多分効かないよね。ちょっと一回ロボに小焼きさせてみよう。うん、そうだね。さあ、どんぐらいから小焼きが、ああ、まあ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 、まあ、大丈夫でしょう。41。まあ、属性によっては結構効いちゃうね。あ、水大丈夫か。あー、痛い。こいつ水属性なのかな。あれだ、なんかサンダー効きそう。あ、攻撃してみろ。え、攻撃してみろ。ちょっと待って、なんかやばい気がするんだけど大丈夫？あっ、あ、ウォーターが、おお、ちょ、あ、いてー、ちょっと待って、え、どうしようどうしよう。じゃあここは回復か、回復するか。ミドルポーション持ってるから、よいしょ。で、技で、あ、ちょ、ケアルビームをやって、よし。どうしよう、これ危ないよなー。よいしょ、はい。いや、なんか盆屋っていうコマンドがないんだね、ここね。あ、反撃体制開始。よし。なるほど、反撃体制になった時にどうにかしてなんか回復とかで乗り切ればいいのか。なるほど。気をつけないとな、カウンターの時ね。カウンターされて一気に形勢崩れてやばいことになりそうだもんね。アイス。よいしょ。よし。あ、まだなんか MP 回復までは念頭に入れなくてはいいとは思うけれど、MP なくなってきたら反撃対戦の時にエーテルでも使いましょうか。お、よし、水。大丈夫じゃない？おお、よしよしよし。まだそこまで効かないけど。連続か！痛い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 。円形。オーラビーム。はあ！ああ！ちょ、ねえ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 。お前。よしよし。全体回復。いいねいいね。あ、攻撃してみる。よし、これで反撃態勢になっちゃったから、どうしようかな。しばらく待ってれば解除しますかね。来い来い。よしよしよし、来た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 。アイス。まだエーテルは良さそうだもんな。HP どれぐらいなんでしょうかね。さあ、魔法。これが痛いね、何気に。よいしょ。よいしょ。そろそろムーンちゃんもエーテル使った方がいいかな。お、よし、あ、倒した、やったー、イエーイ。ラボス神を生んだ魔王様が400年前に人間どもを滅ぼしておいてくだされば、今頃この世界は我ら魔族の時代になっていたもの。クソー、やったー。この星の未来をめちゃめちゃにしたラボスを生んだのが中世の魔王なのね。青を中世で倒すことができれば歴史は変わるのでしょうか。あ、確かに。じゃあ次、中世か。ねえ、もう千年祭広場のゲートを使えば戻っちゃう。そうだな。飛び込みますか。はい。いや、何の躊躇もなく飛び込んだけどいいかな。おお、戻ってきた。ルッカの家よ。お久しぶりです。あれ、ルッカのお父さんいないかな。いや、久しぶりに聞いたこの BGM。 あ、ルッカもタバも発明で忙しくて。あ、お父さんか。ほら、これが今日の稼ぎで手に入れたリンゴだ。いつもすまないね。あ、めっちゃスルーしてたんだけど、私たちのこと。あ、いた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 。お、いいとこに来た。あ、タバンベスト、ありがとうございます。タバン様は大発明、ルッカ用の防具の完成さ、大事に使いな。あ、ありがとう。ルッカだったら言っといてくれよ。たまには顔見せろって。俺はルッカの気に入る防具をせっせと作ってるからな。お父ちゃん、タバンベスト、あ、めっちゃ上がるじゃん、やば上がる。素早さプラス2、火属性半減、強。よいしょ。どうしようかな。ちょ、隊列また久しぶりになんかいろいろ、あ、なんか知らないうちになんか、あれなんだ、経験値サブのメンバーにも入るんだね。これはありがたい。レベル14になってる。ちょっとロボお休みしてこれでいくか、久しぶりに。ね。このメンバーでいこう。ちょっとルッカ使いたい。町長の屋敷。あ、こんにちは。この家のこと聞きたい？この家の町長は冒険者が好きでね、初心者に冒険ノウハウを教えてくれるのよ。それからこの家にある宝箱は町長が冒険者のためにって置いてあるの。援助車両持ってってね。あ、タッチで移動ができる。あ、ほんとだ、できる。お、いろいろ教えてくれるな。あ、ちょ、この世の中には時の記憶がとどまるところがあるという。そこでは危険に満ちた場所でも旅の記録を問うことができる。あ、ちょ、え、これキラキラしてんのなんだろう。それはレプリカさ。もし本物を見かけたら旅の記録を問うこと。あ、レプリカか。はい。ちょっと待ってよ。町長、宝箱って言ってたけど、ああ、あそこをね。あとの基本操作また今度。大丈夫、だいぶ覚えたんでね、実践で。あ、100ゴールドありがたい。わしの話を聞きたいかいいかな。ゲームモード、あ、なんかこの辺も操作説明みたいな感じだからいいか、そのままスルーしていきましょう。あ、ちょっと回復したいな、お家で。いや、久しぶりに戻ってきた。トルース町の宿屋。え、ここ民家。あれ、ムンちゃんの家どこだっけ。あれ、ムンちゃんの家どこだっけ。民家、グッズマーケット。あれ、私の家どこだっけ。あれ、あ、ここあっただだだだだだだ。ムンの家、久しぶりに。ムンよかった。母さん、あんたが試験になるって聞いて。もう母さん心配させるんじゃないわよ。ごめんね。よいしょ、じゃあちょっとお休みしていこう。はい、よし。で、これで、千年祭のところか、あそこのワープのところからまた抽選に行くって感じですね。いやー、ここの行動がさ、全部裁判に関わってたなんて知らなかったよ。王女様がお城を抜け出したそうよ。いるんだな、ここに。幸せムンとこうしているの。あ、やばい、これなんかさ、好感度によってなんか嫁とか変わったりするのっていうか、結婚とかあんのかな、どうなんだろう。いや、久しぶりだ。まあ行くか、そのまま。ゲートゲート。広場のショーには新商品の仕入れのため、みんな家に帰っては街のグッズマーケットやってみな。あ、マジでちょっと寄ってみましょうか。ごめん、ちょっと寄り道しますね。そういえばあれだよね、お城でさ、ギロチンにかけられてたあの人、大丈夫だったのかな。いたよ、フリッツ。へい、いらっしゃい。ムンさん、あの時は本当にありがとうございました。おかげでこうして家に戻ることもできました。よかったよかった。参りましたよ。親父を見返してやろうと思って仕入れの旅に出たのはいいんですが、帰りの宿で強盗団の取り物に巻き込まれましてね、一緒に捕まってしまったわけなんですよ。それにしても私の話を聞きもしないで死刑なんですから。本当に助かりましたよ。私今幸せさ。よかったよかった。これ、親父には内緒で。あ、ありがとうございます。親父。ちゃんとやってるんだろうな。もちろんなあ。あ、結婚してんのか、この二人。まあいいだろう。ムンさん、本当にありがとうございました。あ、いえいえいえ。よかったよって。さあ、ムンさん、ここから商売だ。俺が仕入れたもの買っていってくれ。はーい。ポーションとかはいいんだけど、武器は変わんないね。防具、チタンベスト。あ、変わんないね。特に買わなくて良さそうですね。あ、ちょっと待って。あ、そっか、装備で、あ、そっか、タバンベスト着てるからいいか。チタンベストいらないね。よし。だいぶ、いや、これやってるとあっという間なんだけど、めっちゃ楽しい。じゃあ行くか。そろそろ。いや、でもミドルエーテル10個ももらえたの超ありがたいね。で、ここか。ここから抽選に行きます。の間ね、時渡りももう慣れたもんやな、うちら。あ、来た来た来た。あ、またポイントが増えてる。ここは AD600 年トルース村裏山。400年前だから、ここか、次行くのは。そうだね。プロメテドーム違う。BC6500 万年。相当昔だな。いいね、村。ちょっと待ってな。ちょっとセーブして。ロボがいる。ごめんな、お留守番しててな。大丈夫。ありがとう。セーブして。よし、じゃあ行きましょうか。ここね、トルース村裏山。はい。あ、懐かしいな。ここ中世だよね。よしよし、中世まで来た。よいしょ。え、なんか敵がいなくなってるってこともなかった。あ、強くなってるかなこれ。あ、弱いか。あ、弱っ全然いけるわ。よし、あー、またお前ら悪趣味な遊びを。あー、この BGM 久しぶり。泣いちゃう。グッズマーケットとかは特におかわりはないですかね。うん、買わないね。オッケーオッケー。なんかエクトイしたらこう南、あ、橋がかかってる。ゼナの橋、やった。こんにちは。食料が底をついてしまった。ガルディア城からの補給はまだか。もう食料がありません。我々の力では魔王軍に勝てない。情けないことだが勇者様だけが頼りだ。勇者様を守って騎士団の精鋭が突撃を開始しました。勇者バッジを持った勇者、おとぎ話やとばかり思っていた。今となって勇者様の力を信じるしかない。お、ちょっとドラクエしてきたな。うん。ちょっとなんか食料がないって言ってるので、お城行ってみた方がいいかな、これは。あ、久しぶりにここの森を越えますね。よいしょよいしょよいしょ。懐かしいね、ちょっと。またマールちゃんのご先祖様に会いに行けばいいのかな。で、ここでしょ、補給物資。何者だ。なんだお前かなんだお前。勇者様、今ここを通って王に会いに行かれたよ。オムンドのつい伝説の勇者様が姿を現したのじゃ。つい先ほどここに立ち寄られ王に会いに行かれましたぞ。ってことは王様の部屋はここの上でしたよね。ここかな、勇者。あ、このままではリーネ様を参ってしまいます。きっとサイラスがあの少年を起こしてくれたのですわ。んお前、もう私も年老いたかな。サイラスの消息がつかめぬ以上、あのバッジを持った少年こそ残された唯一の希望。え、サイラスってあれだよね、元騎士団長ですよね。今行方不明になっちゃってる。懐かしいな。少年は魔王を倒せる伝説の剣を求めて南の大陸へ向かったよ。ん？いや、でもちょっと待って、あいつら兵士たちの食料問題はどうすればいいんだ。でもまあ今回この辺で終わりにしておきましょうかね。水の看病をしておられる。ちょっと食堂寄ってみる？よいしょ。あ、何、兄貴が。へ、てめえたちだけでこの国を守ってよと思った報いだ。あんた、いつまでもつまんないで張り合ってんじゃない男だろ。うるせえ、お前何がわかる。結局何もしてくんないの？言ってますけど、料理長はいつも騎士団長を心配してますよ。バカだね、男ってな。そらそら。また二人とも仲直りするきっかけを探しているのよ。なんか食料持ってってあげたいんだけど。あれだな、王様たちはちょっと我関せずみたいな感じだったな。ちょっともう一回走ってみよう。あ、町だ。あ、来てくれた。はあ、これを持ってってくれ。あ、ハイパー星肉ありがとうございます。それからこいつはお前らには持ってけ。パワーカプセル、あ、ありがとう。それからあのバカに伝えといてくれ。生きて帰ってこないやつ承知しねえってな。あ、その時が仲直りの時かな。おーやばい、胸が熱くなった。はい、ということで、じゃあ今回はねここで終わりにしておこうと思います。じゃあ次回は橋を渡ってその先に行きましょうか。ちょっと勇者を追っかけに行きましょう。はい、ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。